指導くん、やっと起きた。じゃあ、そういうことで。別に私だって好きで変身してるわけじゃないんですけど。でもそっちの方が起こしやすいっていうか、ついついしちゃうっていうか。どうせ起こされるなら指導もそっちの方がいいでしょ。善処するわ。私先に下行ってる。指導も早く着替えて支度した方がいいわよ。ミクに言われて起こしに行ったんだし、指導を起こせるようになって初めて一人前とかなんとかで。いや、夏美さんのことですから。ダーリンを起こそうとしたら大人に変身してくれるかなと。
そしてそうなれば、大人な夏美さんの性格的に、私とも一緒に添い寝してくれるんじゃないかと思ったんですけど、チャンス!というところで、小鳥さんに止められてしまいまして。もう、夏美さんとダーリンにサンドイッチ添い寝されたかったです!別に止めてないよ。ただミクの上でお兄ちゃん起床術レイ式3回転宙返りスタンピングを試してただけで。ええ、あれはあれで素晴らしい体験でした。大丈夫大丈夫、3回転宙返りをするのはお兄ちゃんだし。だったらお兄ちゃんが先に起きて私を起こしてくれるのを楽しみにしてるね。わーい、お兄ちゃんには私がケチャップで絵を描いてあげる。いや、そうじゃなくて、なんか手持ち無沙汰で。もちろん、私なんか手伝わない方がいいっていうのは分かってるんだけど。いいけど、本当に私が焼いていいのね。パンに呪いかかるわよ。ドクロマークつくわよ。私も精一杯腕を震わせてもらいます。ふれーふれーみんなー、ふー、朝から女の子に朝食を作ってもらうなんて幸せです。よし、まず一枚っと。小鳥、お皿に移すから持ってきて。はーい、どれどれ、カリカリサクサクに焼けてるかな。いただきます。いただきます。夏美さんの味がします。なんか怖いんだけど。っていうか、そんなに急いで食べなくても。はあ、ごちそうさまです。最高でした。本当ならもっとじっくり味わいたかったんですけど、私は一足先に学校へ行かないといけないので。これも違う学校に通うという残酷な運命のせい。はい、私は通い彼女としてまた来ますからね。それでは皆さん、ごきげんよう。別にお礼なんて。私はお隣で近いし、大したことしてないのに、改めて言われると恥ずかしいっていうか。ぐい、カリカリサクサクで美味しい。夏美、ありがとうね。いいってば。私ってぶっちゃけニートだしさ、住む場所も食事ももらって、自分は何もしないと居心地悪いし。つまり、自分のためにしてるだけだから。ほう、そういえば、お兄ちゃんとニートって似てないか?ニート、お兄ちゃん。お兄とちゃん?だから、そう言われるとこっちが恥ずかしいんだって。指導ってよくそんな臭いセリフばっかポンポン言えるよね。まあ、でも、私なんか役に立てるなら、
手伝うわよ。私も吉野と約束あるから。じゃあね。ちょっと待ちなさい、シド。今の私たちの状況の確認だけど、当面の問題は片がついたし、みんな落ち着いている。だからといって問題全てが解決したわけではないわ。もし何かあったらすぐに連絡してちょうだい。今はすぐに対応できるかわからない。いえ、できないから。ええ、そうよ。霊波の観測ぐらいはできるけどね。フラクシナスはまだ万全に動ける状態にない。当たりどころが悪かっただけよ。航行機能がやられたのは痛かったけど、仕方ないからこの機会にオーバーホールすることにしたの。絶対に同じ鉄は踏まないわ。私たちのフラクシナスを落としたこと後悔させてやるんだから。いいのよ、これは決意表明なんだから。先に出て行って外で待ってるなんてバカみたいって思ってるんでしょ。そんなの分かってるわよ。はい、そうです。私が指導さんに挨拶しておきたくて夏美さんに待ってもらったんです。迎えに来たのと挨拶に来たの、どっちが本命かな。よしな、どっちもだよ。シドウ君はこんな可愛い女の子を、しかも二人も外に待たせるなんて罪だね。はい、ありがとうございます。それじゃあ私たちは行ってきます。いつもより早いではないか。何？やるな夏美。私もシドを起こして一緒に朝食を食べたかったぞ。だが毎日行っては迷惑だろうし。すまぬ、シドのご飯があまりに美味しくてだな。楽しみだ。よう、早いな俺のハートオブフレンド。いつかよ、トウカちゃんもおはよう。今日も一緒に登校とは朝から見せつけてくれるな。シドウはこの町に何を見せつけたのだ。私も見せてほしいぞ。ふむ、なるほど。それなら私は見れないのだ。しかしなぜこの町はわざわざそんなことを言うのだ。くぅ、目の前の俺ではなくあえて5日に聞くトウカちゃん、羨ましいぜ。
だが、ハートオブフレンド5日に嫉妬するだけの俺ではない。おいおい、マジかよ。こんな簡単な英語もわからないとはな。教えてやろう。ズバリ、心の友さ。おっと、聞こえてるぞ、フレンドオブハート。実を言うとな、俺も偉そうなことを言ったが覚えたばかりなんだ。知ってたか、英語ができるとモテるんだぜ。いやいや、英語を始めてモテたって話はそこかしこにあるんだよ。大学に合格した、人気者になった、彼女ができた、他にもかっこいい、頼れる、抱かれたい、始めるなら今でしょう。それにな、女性ってのは世界中にいるんだぜ。俺は日本人以外の女性もウェルカムなのさ。くぅ、分かってくれるか、ハートオブフレンド5日よ。みんなバカにしやがるな、俺はやるぜ。俺に英語を教わりたくなったらいつでも言ってくれよな。さて、教室で勉強でもするかな。何かあったらいつでも頼ってくれ。チャオ。シド、トナマチはどうしたのだ。いつもと様子が違ったが。ハートオブフレンドとやらの指導が言うならば、きっとそうなのであろうな。